いや本当にね、本番前に俺もうクタクタ、ね、だって翔太がまず来てなんだかわからず来たろ。で翔太、はいはい、とバカっぱなししたら今一之輔が来てさ、わーわー喋ってたら、はい、もうそこへほら正則さん来たから、はい、もうハゲトーク錦鯉のね正則さん、昨日のアメトークのハゲトークすっごかったな。十何人のハゲ集めていやインパクトありますね。それぞれやっぱ違うんだよ、髪の毛の剃り方とか、それぞれ個性があるんだ。あるんですね。勉強になったね、あれは。いや、それをずっと1分前まで。ずっと喋ってた。そうそう、話しちゃったよ、もう。疲れちゃったよ。ね、お疲れ。どう、はい。お帰りなさい。筒香さん、筒香選手、お帰りなさい。お帰りなさい。そうだよ、ジャイアンツか番長かって言われたろ。日米通算今223本です。おぉ !223。おつつご、あと2本打つと、つつすり、トゥトゥゴトゥトゥゴ寄せてきた自ら。チュチュゴ、あと2本打つと、打つと、チュチュゴ。そうすると、いよいよ君のキャッチフレーズ。チュ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 、猛烈人口、チュ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 ゴ。どうでした、アメリカの5年いたんでしょ、はい、うん、はい、メジャー、メジャーリーグ、はい。メジャー。ご飯が美味しかったですよ。違うだろう。え、ライス、何の名前なの、ライス。何、ご飯って何食べるの、ライス、パント、パント。パントエイジ、パントエイジ、パントエイジ、僕を行く、どこにいるのか、パントエイジです。もう、どこにいるの、見かけないですよ。一平ちゃんと同じぐらい見かけないね。一平ちゃんもね。一平ちゃんはいいね。ラブヘシンペシュヘペ、金ペタイ、コンペトンで一平ちゃん。最初一問、最初一問、はいはいはい。三平。ロゼチンペパ入ってた。ロゼチンペ入ってた。今日そっと退院だから、ちょっとね、隔離して隠してたんだよ。現地としてリハビリやって、もう今日内緒だから出てきますよ。言っちゃってるじゃないですか。いや、明るいニュースだから。そうだったんですか。実はね、もう俺が介護してたら、大変だったんだよ。俺も忙しいよ。俺もさ、92歳まで相手して、な。で、もう、のに払われるからね、いよいよ、今日から。今日からまた。で、高田君、ロック座いつ行くのって、もう。もうそれが楽しみでね。いつ行くの、ロック座。ね。それを励みにね、やってましたね。新平さんも元気にね。無事でございました。で、筒香選手が、いよいよ、じゃあもう、フルスに戻って、はい、DeNA の3番打ちたいなと思ってました。おーおーおー、3番。4番じゃなくて。4番、3番で。3番でいいかなと思ってました。シャンシャンになりました、シャンシャンじゃないですよ。シャンシャン。ええ。なんとか、チュッチュッですよね。それでは、筒香さんの、帰国を祝って、はい、こんな歌手がですね、誰ですか、筒香さんをお迎えする、歓迎する歌を、はいはい、持ってここへスタジオに駆けつけてくれました。今や日本一の人気者です。ご存知、あのちゃんです。どうぞ。アドです。チュチュゴさと食べて、僕作りました。チュチュゴ知ってんの？おかえり、ニニコ。ただいまかじまちた、2時25分に。聞いてください。おかえり、ニニコ。おかえり、ありがとう。おかえり、ニニコ。はい、聞きます。チュチュゴ、チュチュゴ、ウェルカムバック、ツーツーコー、それ、あわやのりくんだよ。それ今、あわやのりくん乗りつったんだよ、途中から。ね、チェンジしたでしょ。僕が作詞作曲して、あのちゃんだったら急に、あわや先生に僕が提供した。僕が提供した曲。お前のできる範囲のやつを2つただ、そーっとスライドしただけだよ、僕が提供したよ。すごいです、僕が。スライドしてやれよ、バカやろ。青谷先生。青谷先生もどっか行っちゃったよ。終わっちゃったでしょ、お前。空から歌って。終わっちゃったから。終わっちゃったから。茨城くん、終わりましたよ、茨城くん。茨城リスコだよ、終わったよ。虎に翼、翼に虎？なんだっけ、翼が虎？虎に翼ですから。虎に翼？虎に翼。僕は見てないんですよ、まだ。虎でしょ、だって。はいはい。虎でしょ、虎だけど。タイガースに翼がつくんじゃないの、あれは。だいたい虎に翼つかないでしょ。躍進するんじゃないの、タイガースが。躍進。タイガースが。え、それ、オズワルドの妹が頑張るんだろ、伊藤沙莉さん。そうですね。だろ、オズだろ、オズ。オズ。魔法使いって言われてる。オズ魔法使いになっちゃいます。オズだろ、あれ。オズ社長です、阪神の。オズ社長。オズ社長。なるほど。魔法使い。ブルドーだって言われてましたけど。阪神今、5割で、先生。
あそこまで戻ったの？戻ったんです。よかったんですよ、先生。ちょっと、ヤクルト的にどうなんだ？ダメだ。行くとまた持ち返してきましたんで。大丈夫です。お前何人だ、今。大丈夫です。ちょっと待って。ヤクルト持ち返してきました。村上選手も。はい。徐々に。そうですね。大丈夫です。大丈夫。ここからですね、先生。大丈夫です。2番にしましたからね、一時村上2番にしたら、調子は打ったんで。大山も一回2番にしろって言ってね、ヤクルトファンのおばちゃんたちが言われました。大山道よ。はい、ラジオ中で。大山信代ですよ、先生。僕ドラえもん三代社長と一緒に大田道夫だ大山道夫ハードカニよもう分からない言ってると筒香だけじゃないんだよ帰ってきたのは帰ってきたの誰ですかいよいよ帰ってきたぞお前誰ですか橋幸夫おーそうだ復活さんでも橋幸夫夢グループ夢グループで新派生それでは歌ってみましょう橋幸夫星よりひそかに、より優しく、出ない。あの子はいつも、メキシカンロック、メドレーだ。メドレーだ。ゴーゴー、チュチュゴーです。チュチュゴーゴー、チュチュゴーゴー、チュチュゴーゴー。チュッチュゴーゴー、チュッチュゴーゴー、どうでしょう、高橋さん、どうして戻ってこようと思ったんですか？そうですね。半年間ですよ。はい。やめますっつって、まあ、夢グループの社長もついてましたからね。そうですね。で、ここに来て、おとつい急に、歌いますもっと歌いたいんですって、高橋さん、すごいね。やっぱ夢グループがついたんでね。ついた。歌わないといけないなと思いました。元気になった。いたこの、そっから歌うんですか？デビューから。このいたそっから歌うんですか？はい。いいですね。社長、もっと安くして社長はい。今日の DVD はですね。DVD? なんだこの会話。面白いですね。面白い。面白い。大丈夫なんで。野球中継の時いつも社長の声聞いてますね。DVD?DVD。DVD な。なりますね。もっと安くして社長。社長ね。わかりました。結構夢グループの方。ついて歌手の方いっぱいいらっしゃいますよね。あ、そう。はい。もう結構夢グループがついてる。夢グループなの？入れないんですよ。で、夢がないの？夢グループにも、田端グループにも入れないです。先生。どこのグループにも入れないですよ。田端はお前、レオナルド熊がいるからな。そうはい。そうだよ。ユートピア。マギシロさん出てましたよ。マギシロな。マギシロさん出てました、この間。田端だ。狭い派、狭い派。あいつは悪いんだよ、本当は。本当は。マギシロは悪いんだよ。あんな穏やかな顔して。高田さんがネタにするからねっていつも言ってますよ。そういうことでございますかね。はい。はい、じゃあ行きますか。はい。はい。ビバリーヒルズ35周年記念。人気とは高さでなく長さだウィーク。最終日は長い下積み生活の錦鯉が登場。もうそう、売れるまでは長かったからな、彼ら。長いですよ、それから売れたらさ、こけないね、もうずっとな。すごいですね。人気ですね。大したもんだな、やっぱりな。はい、高田文夫と。松村邦洋と。磯山さやかの。ラジオビバリーヒルズ。そうだよ、昨日夜中お前、見てたぞお前、はい、テレビ12チャンネルの夜中にマグナム北斗見たかったな、マグナム北斗で現れたよ、何十年ぶりかで、そうだよお前、AV 界の帝王、そうですよ、お世話になりました、はい、マグナム北斗先生ですか、昔のね、はい、大スターなんで、演芸人だったんだけど、まあ、大きいからもうスターになって、マグナム大優として昨日現れたよ、いや、太田プロ所属でしたからね、あ、そうなの、マグナム北斗61って書いてあったね、うん、でその前にだからその往年の AV 時代を再現していろいろやってて、はい、小林ひとみの現在60歳になってて、それ何の番組なんですか、え、小林ひとみさんが出る、マグナム北斗が出る、現れてインタビュー受けたんだよ小林ひとみが、さすがに、まあ、年は取ったよ、はいはい、あの頃はね、もうアイドルみたいな美しさで、はい、初めてね、はい、AV とできてさ、はい、まだ日活ロマンポールのある時代に、はい、VTR でな、はい、ちょっとエッチな、はい、本番とかのさ、V の最初のスターがその小林ひとみなんだよ、それがもう女優さんみたいに綺麗なの、それがとんでもないことをするわけだよ、それでもうこういう青年たちはさ、この世代は夢中になって、もう不適切にも程がある世代、87年みんな小林ひとみさんでしたよ、だけどもうなんだモザイクがでかかったと、当時の話わわやってんだよ、あのなんだっけ、松潤じゃねえや、ネプチューンの、あ、名倉潤、うん、喋って、もうでかいんだよな、あれモザイクがさ、クイズヒントでピントみたいだった、
土井勝る象印の、はいはいはい、ヒントでかいよお前、ね、モザイクのいい、ね、あの具合でかかったと、それでもガーってなんとかしてね見ようと、うん、そうそう、なんか消す作業を考えましたよね、そうそう消す機械まで発売されたと、発売されましたよ40年前で、はい、バブルの頃って良かったですね、ちょうど40年前、ビバリ始まるちょい前だから、はいはいはい、ちょうど AV という言葉がこれに広まったと、で昨日小林ひとみとマグナム北斗が現れたんだよ、うわ嬉しい、もう最も会いたい2人ですね、あそうマグナム北斗と小林ひとみさん、イブちゃんも来たらよかった、イブちゃんも、イブちゃんもな、ノーパンキスタの女王、ノーパンキスタの女王イブちゃんにも会いたいな、そういうわけで、イブちゃんはどこにいるでしょうか、そんなこんなで今日も1時まで生放送愚痴の減らないやつ、この時間は白鶴酒造がお送りします。こんにちは、小沢幸義です。ここで一つストレッチいかがですか。はい、両腕を広げてそのまま頭の上へ大きく円を描いて白鶴丸、日本の酒白鶴の丸、お酒は二十歳になってから。関東電気保安協会、私たち関東電気保安協会は24時間365日電気の安全を守っています。任せて安心、確かな技術、あなたのそばに関東電気保安協会。関東電気保安協会。ベリーベスト法律事務所よりアスベスト石綿を吸い中皮腫、肺がん、赤面肺、微慢性胸膜飛行と診断された方へ、ご存知ですか。建設現場や工場でアスベスト石綿を吸い健康被害を受けた方は、国から最大1300万円の救済の可能性があります。労災保険を受けた方、石綿健康被害救済法の給付を受けた方は対象の可能性が高いです。また、対象者が亡くなっている場合は、遺族の方が対象です。まずは、あなたがいくらもらえるのか無料でご確認を。お電話は 0120-70-7000 番、70-7000 番。第一東京弁護士会所属ベリーベスト弁護士法人。おかげさまで開局70周年、笑顔になあれ日本放送。さあ、それじゃあメールの募集ね、はい、はい、今日のテーマはささやかな贅沢、ささやか小林ひとみみたいな、はい、そうですね、ささやかな贅沢、そうですね、寺島しのぶにも会いたい、今日のゲスト錦鯉の渡辺さんは連日銀座のクラブでの豪遊も話題になっていますけれどもですね、そういうすごい贅沢からちょっといいことがあった時に自分へのご褒美などなど教えてください、はい、いいことですよ。受付メールアドレスはヒルズアットマーク 1242.com、 ファックス番号は 0570-02-1242 です、はい、いつものようにすべてのメールの中から抽選で3名様にビバリー名シールをプレゼント、うん、さらにですね、今週は JA 茨城朝日村メロン部会から甘いプレミアムメロン極みをプレゼントします。このプレミアムメロン極みは一つずつ糖度を光センサーでチェックして、はい、糖度18度以上のものだけ出荷されると、はい、甘みの極みに、甘さの極みに手がかかっているということで、詳しくはサングリーン朝日のホームページご覧ください、はい、そして今回はそのなかなか入手しづらいので幻のメロンとも呼ばれているこのプレミアムメロン極みから、はい、極み、はい、果肉は黄緑、上質な香りでとびきり甘いアンデスメロン、そして果肉はオレンジで上品な甘さが絶品のクインシーメロン、セットでプレゼントいたします。すごい、はい、この後12時台にですね、12時に応募に必要なキーワード発表しますので、キーワード確認してからご応募お待ちしております。どこに行っちまったんだよ、出てきてくれよ、お前がいるんだよ、どこに消えたんだよ、大事な請求書よ。書類のデジタル化進めませんか。まずはネットでデジタル化スタート診断。 N にお任せ。 NTT 東日本グループです。中央事務所よりクレジットカードをご利用した経験のある皆様へ、クレジットカードのリボ払いにも過払い金があることをご存知ですか。なぜならキャッシングのリボ払いのお支払い時に利息を払いすぎているからです。有名なあのスーパーやデパート、ネット通販のカードも対象です。現在リボ払い経験のある方々に現金が返金されています。まずはあなたに現金がいくら戻るか無料でご確認ください。周りに知られることもないし、しつこい営業電話もありません。お電話は 0120-10-10-10-10-10-10。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。
海尾のちょっといい話。この時間は氷チーズ続々オープンハウスがお送りします。全然足りない。何が？もっともっとあるでしょ。だから何が？土地あるでしょ。オープンハウスはマンション事業用地の買取強化中。50坪からご相談ください。お電話は 0120-418-021 まで。三宅裕司さん、今週のサンデーヒットパラダイスはどんな企画ですか？はい、ヒッパラはですね、春もやっちゃいます。丸ごとサダン180分、サダンの名曲で彩る3時間の生放送です。サダンの楽曲をね、たっぷりお届けしますんで、高田先生もぜひ、聞いてください。ヒッヒッヒ。さあ、今日のちょっといい話は、はい、はい、日本放送からのお知らせです。はい、ビバリ春のリスナー感謝祭は今日が最終日ですが、そうだね、月火水木金とやってきて、そうですね、うん、日本放送では日曜まで各番組がスペシャルゲストにスペシャル企画満載でお届けします。例えば今夜10時からは松任谷由実のオールナイト日本ゴールドですが、ゲストには長嶋一茂さんが登場です。うちのバカ息子がお世話になりました。じゃないですよ。フリッシュですか、サンですか、お父さん、はい、さあ、さらに深夜3時からは三四郎のオールナイト日本ゼロ。今度ね、月曜日来るんだよ。そうなんです。ビバリーに ねゲスト出演してくれます、うん、はい、武道館ね、10周年だから武道館もやるんだよ、秋にな、ね、すごいよ、11月楽しみですね。はい、さあ、そして明日土曜朝5時からの徳光和夫徳盛火曜サタデーには和田アキ子さんが登場です。アキ子さん大変だね、朝出てまた後から、はいはい、さらにアッコさんが担当する土曜お昼11時からのアッコのいい加減に旋回には出川哲朗さん、はい、もう誕生日の裏話をたっぷりしますんで、ぜひ聞いてください。完璧だ、はい、完璧です、ね、ロックオンだよ、はい。さらに土曜お昼1時からのサンドイッチマンのラジオショーにはビバリーから清水美智子さん登場します。サンドイッチマンの番組ね、はい、そうですね、登場です。そして日曜お昼12時からの土田照之日曜のへそは、こちらも番組10周年と、うん、意外に長いんだ ね、 長いですね、あっという間ですね、土田さん、ということで、うん、TIM のお二人が祝いの命、はい、お祝い、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 字を作るんだな、はい、甲子園球児の二人が、うん、祝い、はい、うん、さあ、その他各番組からのプレゼント森田さんの1週間となっています。詳しい人とかそういうの？いいですね。じゃあプレゼントね。先生それはないで、今週ないですね。加藤隆銀座でクラブやってる。はいはい。さあ、ということで、はい、日本放送でお楽しみください。ではここで1曲、スピッツでさすらい。はい。はい、食品の現金問屋。バント要員という役割の選手がいる。バットを振り回すことはない。ランナーを進め、次の1点をもぎ取るために打席に立つ。今日を頑張るあなたにエールを。カードローンはモビットですから。貸付条件をご確認の上、ご利用は計画的に。日本放送が FM でも聞けるって知ってますか？周波数は FM93MHz。 FM ならビルやマンションでも受信しやすく、雑音の少ないクリアな音で聞くことができておすすめです。トライ FM93。 ぜひ FM93 で日本放送をお楽しみください。あの頃は二人とも
あこちゃんと共にあの頃へズームイン。今週の徳光和夫徳森火曜サタデーは特集企画、和田アキ子登場、あっこ徳光の昭和歌謡伝説。メロンも当たる徳森は明日朝5時から。続いて産経新聞ニュースです。ニュースデスクの畑中さん、お願いします。はい、お伝えします。まずは中東情勢です。イスラエルがイランをミサイル攻撃したとアメリカの ABC テレビが18日アメリカ政府当局者の話として報じました。またイランのメヘル通信によりますと、中部イスファハンの空港周辺で爆発音が聞こえたということです。詳しいことは分かっていません。一方、アメリカ、イギリス両政府は18日イスラエルを攻撃したイランへの追加制裁を発表しています。でパレスチナの国連への正式加盟を勧告する決議案が18日の国連安全保障理事会で否決されました。パレスチナ自治区ガザでの戦闘でイスラエルを支持する常任理事国のアメリカが拒否権を行使したものです。日本は決議案に賛成しています。この結果を受けて林官房長官です。安保理が適切な形で生じできなかったことは残念であります。我が国はパレスチナが国連加盟にかかる要求を満たしているという認識のもと、中東和平の実現に向けて和平交渉を通じた国家の樹立を促進する等の観点を含め総合的に判断し、本決議案に賛成をいたしました。でパレスチナは2011年にも加盟を申請しましたが、その際もアメリカが拒否権の行使をほのめかして安保理への採決には至らず棚上げ状態となっていました。今朝6時40分ごろ、東京渋谷区本町の路上で警視庁の警察官が向かってきたワゴン車に対して拳銃を一発発砲しました。弾は車の中にいた男の足に当たったということです。で男はその後車で逃走しましたが、およそ1時間後に公務執行妨害の疑いで現行犯逮捕されました。男は意識はあり、命に別状はないということです。他に怪我をした人はいませんでした。で警察官は110番通報を受けて現場に駆けつけ、身の危険を感じて発砲したということです。で警視庁は男を逮捕した時に一緒にいた女性からも事情を聞いています。今日の東京外国為替市場の円相場は午前11時30分の時点で1ドル153円81銭から82銭の水準になっています。昨日より46銭の円高ドル安ですが、円安傾向は続いています。でこうした中、アメリカのワシントンで開かれておりました G20 の財務省中央銀行総裁会議は2日間の討議を終えて閉幕しました。で会議ではドルが他の国の通貨に対して値上がりしていることに関し、新興国からドル建て債務の返済負担が膨らむ恐れがあると懸念する意見が出ました。なお共同声明は今年2月の前回に続いて見送られています。で一方、今日午前の東京株式市場は大幅に値下がりし、日経平均株価の下げ幅は一時1200円を超えて、およそ2ヶ月ぶりに節目の3万7000円を割り込みました。午前の終値は3万6818円81銭となっています。国際保険分野の人材育成を担う拠点が来年2025年に日本に設置されることになりました。WHO 世界保健機関と世界銀行と連携し、誰もが負担可能な費用で適切な治療を受けられる UHC ユニバーサルヘルスカバレッジの実現を目指します。武見厚生労働大臣の記者会見です。日本の高齢化における取り組みや経験をも生かしながら、この国際的に先進的な拠点となるようその準備を進めてまいります。拠点の名称は UHC ナレッジハブとなります。この時間のニュースは以上です。ありがとうございました。梅沢富美男劇団特別公演、梅沢富美男&研ナオコあっと驚く夢芝居、5月28日練馬文化センター拳ホール、30日市原市市民会館。チケットの問い合わせは 03-3355-3553 IS まで。続いて日本放送天気予報です。
今朝の関東地方は南部を中心に青空が広がっています。この後も広く晴れる見込みです。日差しとともに気温がぐんと上がるでしょう。東京も今日は晴れ、最高気温は東京や横浜で24度、埼玉で22度と昨日より3度くらい高くなるでしょう。北寄りの風が強めに吹いています。お出かけの方はご注意ください。明日土曜日は晴れて広く夏日となりますが、日曜日は雨が降りそうです。以上、天気予報でした。あつらじ、いつでもみんなのプロ野球、日本放送ショーアップナイター。今日はパチンコパチスロメーカーのサミー、日本エクスプレスホールディングス、他の提供でプロ野球の熱戦を試合終了まで完全実況生中継します。日本放送ショーアップナイターは今日夕方5時50分から。続いて日本放送交通情報です。日本道路交通情報センターの原さん、お願いします。はい、お伝えします。圏央道の八王子ジャンクション方面に向かう外回りは、相模原インターと高尾山インターの間の白山トンネルでトラック6台の事故のため14キロ渋滞しています。東名高速道路の下り線は神奈川県の大和トンネル付近で工事のため13キロ渋滞しています。東北道の上り線は浦和料金所付近で作業のため6キロの渋滞です。首都高速道路は三郷線の上りが加平を先頭に7キロ半渋滞しています。一般道路は都内の目白通りの下りが練馬区八原交差点付近で工事のため1キロ半の渋滞です。日本道路交通情報センターの原でした。ありがとうございました。次の日本放送交通情報は12時27分頃お伝えします。さあ、この後は錦鯉の2人が登場です。杉山清隆&オメガトライブファーストフィナーレツアー2024ライブエモーション、5月20日月曜日 NHK ホールで公演。全席指定税込み1万1000円。あの頃聴いたあの名曲が聴ける貴重なチャンスです。詳しくは日本放送イベントホームページをチェック。いや、もうスタジオにほら、はい、あのハゲトークの会場から抜け出して、ハゲトークを抜けてきたわけじゃない、テッカテカにしてやった、ね、この日のためにね、この日のために磨いてきましたよ。磨いてタオルでね、いつもと変わらない感じ。どういうチームか紹介してくる。名前チームなんですね。今日のスペシャルゲストはですね、錦鯉のお二人です。はい、よろしくお願いします。こんにちは。立ち上がって言ってくれよ、お前。一応ね、パチッと行かないとね。音を聞かせたい。昨日もハゲトークでね、その、パチで、健康状態が全てパチ、そうそうそう、やってたよ。音具合。はいはいはい。わかりますわかります。それで全部、の、コンディションわかるんだろ。今日調子いいですね。いいですね。軽く乾いた音がして。はい。いいです、いいです、今日。やっぱそれ微妙に感じるわけだな。感じますね。はい。湿ったりするとまた違うんですね。じとっとするときは。締めっぽい時。そうなんですよ。今日はいい。今日はいい。あ、良かったです。良かったです。今日は完璧です。もう僕の主治医としてね。なるほどね。申し訳ないね、やっぱりね。言ってないです。下が止めてないです。いや、その、冷静な顔で言うのやめてくださいよ。優しいんだか厳しいんだか分かんない。昨日のハゲトークの余韻が。いや、圧巻だったらお前見てさ、10人近く集まると。その、この頭がね、あんだけ一つに集まる。小峠、ザコシショウ、南川、あと何だっけ、アバレル君もいた、アバレル君もいた、ズンのヤスさんもいたし、そうだし、ズンもいたな。10人ぐらいハゲがさ、ずらーっと言うんだよ。あ、行っちゃったよ。ハゲちゃった。この後たっぷりと伺います。ピンポンパンポン。建設事業主のあなたにお知らせです。あなたの会社は建設業退職金共済制度県退協に加入していますか？県退協にはこんなメリットがあるんです。1、企業が納付する掛け金は国からの補助・助成金を受けられる。2、県退協で納付する掛け金はすべて損金として計上できる。3、県退協に加入していると公共工事の入札に有利。何より国が作った信頼できる退職金制度だから従業員確保にもつながります。
県大協へのご加入をぜひご検討ください。おいしいルルル、ルバンバタロール。わ、いい香り。柔らかい。マーガリンと合う。そうなんです、この味大好評です。山崎ルバンバターロール。今日も11時半からお送りしているラジオビバリーヒルズ。お待たせしました。ここでプレミアムメロン、極みのアンデスメロン、クインシーメロンのセットが当たるプレゼントのキーワード発表です。応募に必要なキーワードはこちら。茨城のメロン、やばいよやばいよ。今のキーワード、茨城のメロン、やばいよやばいよと、あなたの住所、氏名、電話番号を書いて、茨城プレミアムメロン極み係までメール、ファックスでご応募ください。メールはhills@1242.com、ファックスは 0570-02-1242 です。当選者の発表はエンディングで行います。たくさんのご応募お待ちしております。さあさあ、そういうわけでキーワードが終わりまして、はい、さあ今日も11時半から生放送のビバリーヒルズを置いていこう。はい、金曜日の男、松村邦乃と、金曜日の女、山さやかです。最初にはハゲと痛風です。言い方悪いですね。もう一つキャラクター加わっちゃいましたけど、はい、今日は紹介しておきますか。はい、今日のゲストは錦鯉のお二人です。よろしくお願いします。ありがとうございます。元気だね、二人、本当に。よろしくお願いします。もう偉いよな、ね、元気なの。なんとか、本当に残ったな、お前たち。本当によかったな。本当か。本当に、普通さ、あそこ行ってさ、ちょっとぜいぜい言うよ、普通。はい、ずーっと残ってるもんな。ぜいぜいはずっと言ってますけどね。売れるまでがぜいぜいさ、ああ、はいはい、はい。出るまでがな、そうです、長かったから。それが良かったんですかね、逆にね。蓄えたな、力が。力が蓄えた。湯気が飛んでますよね。体力だけね。体力、そうですね、体力。強いんだな、売れた後でもな。ありがとうございます。じゃあプロフィールあるから、はい、簡単にプロフィールご紹介します。はい、まずボケの長谷川雅紀さん、はい、北海道は札幌のご出身、ただいま52歳です。海砂利水魚に憧れてお笑い芸人を目指し、吉本興業の札幌事務所に所属されました。で、1994年にコンビを組んで、正正紀あ、合ってますか。まさまさきのりです。すいません、失礼しました。どっちにしても覚えにくいよ。すいません、どっちにしても覚えにくいよ。感覚開けちゃって。大丈夫です。まさまさきのり、まさまさまさきのり、まさまさきのり、覚えてもしょうがないんだよ。連続で覚えてもしょうがないんだよ。覚えたところで、そちらでデビューしまして、解散後に今度はマッサジルを結成します。マッサジル、そちらも、はい、結成、その後解散して、ピン芸人でノリノリまさのりとなります。それはノリノリまさのり、はい、持ち入れてあるもんな。はい、そしてツッコミの渡辺隆さんは江戸川区出身の46歳です。はい、ございます。ダウンタウンに憧れてお笑い芸人を目指し、東京 NSC に所属。2001年にコンビを組んでガスマスクでデビューしました。解散後は桜前線を結成、そして解散。もう解散しかしてねえじゃん。なかなかない、ね、解散をメインとした芸能活動だから。どんな芸能活動いないでしょ。解散中心、中心じゃないんです。芸能活動頑張った上でなんです。そしてその後2人が出会ったのが2012年です。正則、はい、さんが40歳の時で、渡辺さんが33歳。本当ですよ。で、お笑い仲間の中ではもう面白いとは話題になるんですけれども、世間の評価はなかなか上がらず、苦しい生活が続きますが、風向きが変わったのが2020年ですね。はい、ね、 M1 グランプリファイナリストとなり4位に、さらに翌年の M1 では見事審査員席も客席も涙の優勝。ありがとうございます。ですね、エビバリ35周年記念、人気とは高さでなく長さだ。ビーク鳥を飾るのは M1 君が、息を切らすことなく痛風にも負けずに芸能界泳ぎ続け、西川の二人です。ありがとうございます。いや、やっぱ出るまでが長かったってことか、やっぱ君らはな。それも長いね。潜伏期間が、世に出るのに20年かかってますから。ここに至っては30年近くかかってるわけですから。お前なんかいたらなくていいんだよ。なんでですか。なんでですか。ハゲてるから。いや、関係ないでしょ。それより札幌お母ちゃんとのぼやさ、詐欺やったらいかないから。ありましたね。大丈夫だもん、その後は全然。あの後ちゃんと普通に営業してますんで。うん、大丈夫です。大丈夫です。ぜひ来てください。うん、美濃屋っていう、美濃屋で、はい。お前とも営業でした、元気か。元気です。はい。朝、
なんかエアロビやってます最近。何やってんの？ DVD 流しながらエアロビみたいな。家でやってる。やってますやってます。テレビ見ながらやってんの？やってますやってます。体動かしてんの？朝6時頃起きるとやってます。何に向かってんの？どこに向かってんの？わかんない。なんか飲んだ後よくやってますね。あ、お酒飲んでるから抜こうと。はい。頑張ってます。親父も悠々自適で今な。もうそうですね。好きなことやる。遊んでますねうちの親父も。やっぱ親父もキャバクラとか行ってんの？スナックとか行ってんじゃないですかね。そうか、たまに。一緒で行かない？僕一緒に行ったことないんですけど、うん、夜中ベロベロに酔った親父を連れて、ほら鍵どこっていう声が聞こえたんですよ。はい、送ってもらってた。送ってもらってたんですよね。そうですね。姿は見てないと思う。見てない、見てないです。女性の声なんだろ？ママっぽい声が聞こえたんですよ。いい財布だとか思ってんだろうね。ちゃんと届けないと。そうですね。いい財布を届けないとと思って。そうか、そうか。で、こっちはあれだよな、まだ遠距離、どうした遠距離恋愛。ああ、遠距離恋愛。いや、続いてます、続いてます。本当なの？本当ですよ。いるの？そういうやつ。いや、そうだ、誰も見たことないから。そうそうそう。メッシーみたいな。架空の人物じゃないんですよ。架空の人物じゃないんですよ。実際見たことないですから。ないの？僕も見たことないんですよ。あ、そうなんだ。あ、電話で喋ったこととか？ないです。代わりにとか。実は。じゃあ、ちょっとおかしいな。そうなんです。怪しいよね。写真を何枚か見せてもらったんですけど、なんか全部違う気がする。いや、そんなわけないでしょ。全部違う気がする。違ってきてる画像じゃないんですよ。フリー素材。フリー素材じゃないの？フリー素材なの？フリー素材じゃないですよ。フリー素材？違いますよ、ちゃんといますから。います。います。長いよ、いますっつってから。なんかテレビで見たらこっちに来るみたいな。なんかテレビで言ってませんでした？あ、そう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 。まあ今年ぐらいに来て、まあ一緒に、はいはい。そろそろ。遠距離で。そろそろ。そうですそうです。どこに住んでるの？晴れて。関西の方です。いつもアバウト、ファジーなんだよ。そう、広いんだよ。広いんだよ、関西圏ってさ。関西なんですけど、そう。どこなのかってないんだよ、ピンポイントは。寝屋川とか、寝屋川とかあるじゃん、いろいろ。詳しくわかんないですけど。わかんないいや、怪しいですよね。もう怪しいの？いやいやいや、そう、あっちの方ですから。あっちの方。あっちの方ですよ。距離で、方向で言えばこっち、あっちの方。風見鳥みたいな手動きが。動きが何よ、それ。そう、ちゃんといますから。ちゃんと。それで連絡も毎日取って。長距離連絡してるのね、ちゃんと。そうです、してます。大丈夫。毎日連絡を取って。詐欺にあってない？詐欺にあってないです。大丈夫です。大丈夫です。大丈夫かな？大丈夫です。心配なんですね。みんな心配してんだよ。大丈夫です。はい。また、ちょっと、幸せな報告をね、ここで、はい、したいと思います。ここでビバリーで。はい。うちですね。ビバリーで。6000ですから。6000で。じゃあ。なんでなんでここで言うんですか、僕。一発目ここにしましょう。ほら、言ってるじゃん。ちょっと待ってよ。もう、シャッとしたら、目も走ってないから。じゃあ、スクープ。僕としてでもね、来てもらえるとありがとう。せめてここでね、発信で。渡辺君はしないんだから。僕もそうなんですよ。いや、もちろんですよ。え？大丈夫だよ。はい、大丈夫ですよ。それで、コンビの中は大丈夫なの？仲いい、やっぱり。まあ、何にも変わらないですね。そうだよな。君たち見てると。落ち着きがいい。まあ一応先輩なんで。そうなんだよ。年下なんだよ。そうなんですよ。日本に貫禄あるけどな。すいません。後輩なんだよ。はい。そうなんだよ。いや、でもあんまり先輩って、ずらでもないんだよ。ずらでもないんだよ。先輩ずらでもないんだよ、お前。そうだ、そうだ。先輩ってなんか思われたこと一回もないですけどね。逆に向こう、なんか僕が注意されるんですよ。そう、爪切ろとか、そこまで背中拭けとか、そういう。背中拭け。はい。やっぱ関取か、お前。汗がひどいんで。介護じゃないですか。本当だ。本当そうですよね。こんな、なるほど。僕の方が先輩なのに。そうですよ。タオル渡したり、水渡したりしてますからね、本当。優しい。納得いってないですね。あんま尊敬はされてないなっていうのは感じますよね。させてくれよとは思うんですけどね、尊敬。そうだよ。まあまあ、そうね、ないなとは思いますけど、もう、ビバリーが1年ぐらい。そうですね、去年ぐらいだから、1年ですよ。そうですか。じゃあ、なんか変わりましたか ?1 年間で。そんなに変わんないかも。でも、なんといっても、正則さんは歯ができた。そうそうそう。そうそう。奥歯が。ね、何でも食べられるだろ、もう。何百万500万です。500万。インプラント。はい。もう、ま、これ何回も言ってるんですけど、17年ぶりに奥歯が入って、17年ぶりに、ほっぺたの内側噛んだんですよ。ほっぺたの内側。嬉しくてね。それ痛みが嬉しい。痛み。普通嫌じゃないですか。痛い。嬉しくて。これ血の血の泡が。そう、懐かしいなぁ。やっぱり。あったな、こんなの。稼ぐもんだなと。そうそう。よかった。お金が入れば何でも手に入るんだな。ほっぺの内側噛めるんだぞって。これを伝えていきたいですね。それで売れるってことはね。はい。何でもできるんだと。そうです。
本当そうなんです。ですよね、はい、そうだよ。でも硬いものとかも噛むようになって、よかったですね。はい、硬いものを食べてて、はい、ピーナッツとかすごい毎日噛んでます。今まで食べれなかったもんね。そう。夜寝るときにあら今日硬いもの噛んでないなと思ってコンビニわざわざ行ってピーナッツ買ってきて。ピーナッツ、ね。わざわざ行って起きて、はい、それは嘘だろ。どこそれは嘘だろ、お前。何今のは。先生、嘘はよくない。ちょっと待ってくださいよ。そこ、なんか起きてわざわざ言ってな。歯じゃないんだよ。歯じゃないんだよ。滑舌もよくない。こちらの高い時計を買いた、はい。買いたいって言ってましたけど、本当に買いました、バナナマンの設楽さんと。これ高いの、それは。これ115万です。すごいね。それなんていうの、勧められたわけ、買えと。そうですね、うん、このお店がいいんじゃないかって言われて、うん、設楽さんと一緒にプライベートで行きまして、行って、はい、プライベートで買いに行ったの。買いに行きました。うんうんはい、面白いね。そうですね、うん現金で買いましたんで。キャッシュでポンと。一括で一括で買いました。売れたね。ありがとうございます。売れたね。ありがとうございます。歯の500万も一括だろうね、当然。一括ポンだろうね。500万はポンだろうね。そうです、ローンで、そうです、ローンです。そうです、ローンです。64回払いで、64回。まあまあだね。割るね。計算しづらいね、64万。割りづらいな、もう。64回。はい、じゃあ、時計は。ゲップで、ね。時計は買った人。時計買いました、ね。ありがとうございます。そうだよ、ね、あとは、じゃもう、そんなキャバクラとかも、店ごと借り切っちゃう、大抵。借り切りはしないんですか借り切りはしないで。どっちの方面、最近流して。最近、やっぱり、恵比寿と、あと、大シャルテンも。そうですね。あと地元の葛西が多いですね。あ、地元なのか、葛西。地元なんですよ。うんうん、はい。葛西。で、そういうとこ一人で行っちゃうの？平気で。一人です。それがすごいよ。はい。うんうん。もうお酒が飲みたくて行っちゃってる感じですね。うん。だけどお姉ちゃんたちに囲まれて喋るのも楽しいんだろ？楽しいですね。やっぱりね。最近熟女パブ行くと、おお、熟女ハマった、はい。同い年ぐらいの方がいて、すごく話が合うんですよね。あの同年代が一番合うよね、はい。同じ道のりを歩んだ熟女とね。そうなんですよ。なんかもね。俺まさか熟女パブで筋肉マンの話すると思わなかったんですよ。めちゃくちゃ合うんですよね。それ彼女も好きでよく見てるわけだ。そうなんです。世代的な。ゆで卵先生の。はい。そういう会話だよ。そっちの方がいいね。パブったって。中野も熟女パブが結構多かったけど、はい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 、最近ちょっと少ないからね。ああ、そうですか。熟女が一番いいでしょ。熟女いいですよね。ねやったら押すね。いや、なんか若い人と喋るのが楽しいのかなと思うけど、そうでもないですね。そうよな。やっぱり同年代と会話するのがね、絶対に合ってるもんね。そうなんですよ。落ち着くのか、よし、うん。はい。世代が一緒の方が。なんか同窓会してるような気にもなりますんで。はい。そうか。同窓会パブだよね。同窓会パブですね。いいよね。同じ年代と会話できるから。最近はどうですか、これで贅沢したなみたいなのってありますか、うん、贅沢ですね。最近なんか、僕はキャバクラ嬢と回らないお寿司屋さん行きましたおい、ドーンと座って、はいはいはい、目の前に握ってもらって、やっぱキャバ嬢嗅覚すごいなって思って、あんま寿司頼まないんですよね、うん、どういうことですか、寿司屋なのに、グラタンとか頼むんですよ。それダメだよ。それなダメだな、そういうことは。グラタンってって思って。なあ、お寿司屋さん行ったんだからな。そのお店で、そのグラタンが一番うまかったんですよ。すげえ食べました食べない料理みたいな。めちゃくちゃうまい。グラタン、こんなうまいグラタンあんの？ひらがなでグラタンって書いたんですよ。お寿司屋さんだから。ちょっと寄せ文字で。渋く。グラタンって。あれちょっと感激しました。すごかったですね。まさのりはね、親孝行どっか行きたいとか言ってたんだっけ、うん、ああ、僕、ね。できなかったの旅行とか、はい、正月に、母親と二人で初めて旅行行きましたね。行ったの、はい。定山渓の方に定山渓、北海道の定山渓。定山じゃなくて。定山じゃなくて、定山渓。定山渓っていうところに。おお、景色がいいんだ。そうです、そうです。そこ行きました、ね。喜んだお母さん。いや、喜びましたよ、それは。どんな感じでちょっとどんな感じ見せて。嬉しいわ。喜んでましたよ。じゃどんな感じと見せてちょっと。嬉しいわ。こんなことあると思わなかったわ。胸に手合わせてんの。いや本当に喜んでくれました。ほんで、うん、泊まったところたまたま、うん、そのテレビつけたら僕が出てる番組やったんですよ。だからその旅行先で母親と一緒にこう見てて、なんか不思議な空間というか、で行って、なんかその、もうちょっとなんか喋らなきゃダメだよとか注意され、ダメ出しされながら。で、お母さんどんな感じで、どんな感じ嬉しいわ。嬉しいのよ。またのり。ありがとうね。手合わせんの何なの無線の前で。お母さんのイメージですよ。世にいるお母さんのイメージ。嬉しいわ。嬉しいわ。で、冗談系だけ見て。
そうです、あの景色とか見てね、うん、一緒にお風呂入って、うんうん、はいはいはい、一緒に入ったの？一緒には入ってないですよ。なんで一緒には入ってないですけど、お母さん、なんて言ったの？その お風呂一緒に入るって言ったら暖かいわいいよいいよってこのなんで手合わせるんだよお母さん、お母さんといえばこの絵を、ね、そうそうお母さん、お母さん。いいね。いい親子でいいね。できましたね。あと僕、あれですよ。あの、ホテル行ったら、あの、マッサージ頼んで。お、すごいね。はい。マッサージやってもらったりとか、うん、ずっと憧れだったんですよ。マッサージと、あと、赤すり。うん。それお前の親孝行で行ったんだろだって。うん、あ、それはまた別件です。一人でホテル。お母さんほったらかしやん。いや、お母さん行ってるときは行ってないですけど。お母さんの話終わったんですね。お母さんの話終わったんですね。終わったんですね。丸つけてくんないか。はい。最後、ぐるっと丸つけて。丸それはいらない。それはお母さんじゃない。そこはお母さんじゃないんだから、役は。何丸って。変な芸風だったの、お前。今生まれましたね、これ。いや、生まれてないやつ。お母さんってキャラクターが。キャラクターが。今生まれるし。瞬間に立ち会いましたから、ね、爆笑シーンだな、ほら、うん、ここでしか使えないんだよ俺しか笑わないんだよ、この2人しか笑ってないんだよ、誰も、ね、それでどうしたの？マッサージ、マッサージ呼べたってこと、うん、はい、マッサージ呼んで。それ一人旅？そう、一人で、あの、なんで一人旅したの？一人旅って、あの、どっか、なんで、なんで一人旅したの？いや、あの、お仕事で、あの、お仕事で一人旅？行った時に、ホテル泊まった時に、そうです、そうです。マッサージを呼んで、そうそうそう、マッサージしてもらって。磯山さんに通訳させんじゃねえよ。言葉足らずですよ。この現場で慣れてます。ありがとうございます、ありがとうございます。言葉足らず。赤すりをやったりとか。そうです。なんか、やりたいなとか思ってたけど、やっぱちょっとね、あの、お金ない時はいけなかったんで、マッサージね。やっとそういうことができるようになりましたね。ふるさと納税に凝ったんと。ああ、そうです、そうです。納税に。はい。どういうこと？あの、いや、ふるさと納税やった方がいいよって言われて、で、その、今、調べて、あの、いろいろ送ってるんですよ。あの、母親とか、兄弟とか。お母さん、納税送ってくるとどんな感じなの？ありがとう。まさのり。嬉しいわ。まる。まる、まるさっきの人の言ったの。またね、お母さんの話は。はい、そうそうそう。で、ふるさと納税して送ってんの、みんなに。そうですよ。だから、それが、ふるさと納税を選んでる時間が楽しくて。おぉ。わかりますもんね。そう、あっという間に1時間、2時間経つんですよ。へぇ。ありすぎてわかんなくなるぐらい。そうそうそう。で、お母さんに何を送ったの？お米とか。お米？はい。お米定期便で送ったりとか。あと、鮭とか。鮭？北海道の。だって、いるじゃん。北海道の。いるって。いるじゃん、北海道。だって、なんで送ってんだよ。なんで送ってんの？いやいや、あと地方のも送ってば、なんかそうめんとか。そうめん。そうめん。そうめんとか。なんで、ひねりがないんだよ、お前。いや、だから、その、いろいろ、あの、ホタテとか。他の考え方あるんだよ。他の全部あるじゃん、ホタテもあるし。じゃあ、だからその、送ることないんだよ。でも、あの、日用品も。あの、ボックスティッシュとか、トイレットペーパーとか、そういうのも。消耗品ね。消耗品とかね。でも今、ちょっと今、あの、いろいろ、セレクトしてる最中です。エレクト？セレクト。エレクト。セレクト？何しろ、まだ俺。お昼から何やってんの？昼から何やってんの？お前、ツルツル頭してる。関係ない、ツルツル頭。そういうので、なんか、そう、ちょっと、喜びというか。ポキ丼ってなんでこれ書いてあるけど、ポキ丼って。ポキ丼は、あの、ポキ丼ですよ。あのって知らないから。ハワイとかで買うやつですね。マグロとか、魚の漬けとかを、漬け丼みたいな感じですけど、それのおしゃれバージョンみたいな。ポキ入ってない。ポキって言うんですよ、そういうのを。え、なんで？漬けてある魚を。お前考えたの？僕が、考えました。僕じゃないですよ。違うな、違うって言えよ。僕が考えたわけじゃないんですよ。全部一回飲み込む癖がついちゃった。だから、海鮮丼のハワイ版ですよね。はい。え？ハワイの海鮮丼。ハワイの海鮮丼。間違いではないです。そうですよ。それポキ丼つうんですか？はい、それがなんかすごいヘルシーなんですよ。ヘルシー考えてんの？お前。はい、そう、考えます、やっぱり年齢で。嘘。で、ポキ丼いいよって言われて。ポキ丼いいよ。はいはい。本当かなと思って。え、どんなとこがいいの、ポキ丼って。いや、なんかすごい、野菜と、魚と、そういうものしか入ってないですよ、その。ご飯もあるから伝わんねえよ。わかんないね、意味が。写真見てください、写真ポケモンの写真。なんでおっくうがってんだよ、写真見てください。そう、説明が難しい。だけど僕、いいよって近くにあったから買いに行ったんですよ。ほんで、もう、え、また書いたの？怪しいと思って。怪しい。怪しいっていうか、いや、本当に美味しいのかなと思って、買って昼食べたら、美味しいってなって、その日の夜また買いに行ったんですよ。一日、二ポキ。二ポキ？二ポキ行きましたから。単位じゃない。単位、二ポキが多いんじゃない？それからハマって、もう結構定期的に行くよ。お母さん送ってあげた？お母さんには送ってないですね、まだ。送ったでしょ？送ったでしょ？送ったらどんな感じなの？嬉しいポキ。
嬉しいポキマサノリポキリポキの顔キリポキゆるキャラみたいなんじゃないお母さんなんで曲いきましょうかね、はい、リクエスト曲ですこちらはどちらのリクエストですか。はい私です。何ですか。はい斉藤幸？はい。どうして？僕ファンクラブ入ってたんですよ。はい、中学校の時。スケバンデカ。そう。そうですね。第一斉藤幸のファンクラブ、はい、ファンクラブ入ってて。入ってて。はい。親衛隊にも入ってて。斉藤幸のレコードが聞くとどんな感じになるのいつも。いつも聞いたらですか、うん、ヤッピーハッピーほら。ありがとう。俺を待ってたんだよ。先にしたら嬉しいわ、やってくれよ。すぐ忘れちゃう。忘れちゃうんだよ、もう。はい、斉藤由貴さんで、悲しみよ、こんにちはです。パターン忘れちゃうから。悲しみよこんにちは。どうですか、この感じですか、斉藤由貴、いいんですか、この感じ、うん、どうですか。いや、いいです、いいです、めちゃくちゃいいですね。めちゃくちゃよかった、うん、よかったです。悲しみよこんにちはっていうタイトルじゃないですか、うん、まさにここでこんにちはのこれが繋がったんですよ。 あ、そうか。はい、つながってないだろ。別に繋がってないよ。ないよな、ええ、別に繋がっちゃいないよね。いや繋がったというのはおかしいけど。おかしい、ね、おかしい、おかしいけど。こんにちはで、そう、こんにちはを、うん、で今やってる、うん、はい、話もこんにちはだと思う。優しい、みんなが優しくてよかったね。温かいここさあ、では後半はビバリー何でもベスト3です。今日錦鯉の2人の長い下積み時代に大変だったことを伺います。ではまず第3位は、はい、長谷川さんから、はい、アルバイト。おお、大変だった、うん、これ、はい、僕が上京してきて初めてやったアルバイトが、牛丼屋さんだったんですけど、うん、そうなの、そこでですね、うん、僕なんか、バイト中に頭痛くなって、うん、すっごい、今までにないぐらい頭痛くなって、うん、なんでなんでそれは僕の頭に聞いてみないと分からないんですけど、ういうことで、はい、頭痛くなって、うん、バイト中にトイレでちょっと、吐いちゃったから、で、頭痛くて、吐くってやばいって聞いたから、ちょっとやばいよ。そうですよね。うん、慌てて次の日、脳神経外科行って。次の日、次の日、うん、はい、もうやばいと思って。で、病院行ったんですよ。それでいろいろこう検査して、うん、MRI とか、うん。で、もう覚悟してたんですよ。もう不規則な生活してたから。うん、だからその検査結果聞く間に、うん、北海道の親にそれこそ電話して、今まで ありがとうね。今までありがとう、はい、育ててくれてありがとうって。育ててくれて、はい、いやもう覚悟してたから、そのわがままで好きなことやらせてもらってありがとうって、ない、少し泣いて電話して、うん、はい、で検査結果聞きに行ったんですよ。そしたらお母さんの言葉ないの？お母さんはその電話受けた時ありがとう。認めてんじゃん、もう。お母さん、ありがとうって言っちゃった。もうダメになるの。手はありがとう。ありがとう。手はありがとう。言っちゃったの、ありがとう。そうそうそう、って言って、うん、で、検査結果聞きに行ったら、お医者さんが、肩こりです。何それ何それ、いや、まあ、肩こりからの頭痛で。え、肩こりなの、はい。で、僕が言ったんですよ。いや、肩こりで頭痛くなって吐く人なんているんですかって言ったら、うんうん、そしたら、結構いるよ。いるよ。でも私もそうです。ええ、たまに吐きます。あ、そうですか。で、多分肩と首からくる片頭痛で吐きます。あ、マジっすか。そうですか。そういう人いるんだ。で、それなの知らなかったからびっくりして、あんな泣いて電話したのに、はい、母親に電話しづらくて1週間ぐらいほっときましたね。ほっときました。肩こりだったって言えないよ。言えなくて恥ずかしくて、あんな泣いたのに今までありがとう。1週間後に電話したら、お母さん電話したら、ずっこけてましたよ。お、
そこはありがとうございます。ありがとう。ありがとう。絶対忘れんの、マジで。今日だけ。今日だけ覚えときゃいいんだから。そこはずっと出てました。あと10分くらいは忘れてる。ごめんなさい。はいはい。ちょっと。10分頑張って。書いときますね。書いときます。さて、続いて、渡辺さんはどうですか。はい。私もアルバイトでございます。よし、バイトのキャラのお互い長いからな。もうバイトもそれこそ20年もっとしてましたから。何十種類ってやった。やっぱ僕もやっぱ、本当お金ないから、その日にお金がもらえるバイトとか行って。おお、気払い。そうなんですよ。で、着くまで何させられるかわからないバイト。ああ、そうか。借り持ってって。何の仕事かわかんないけど。着いたら、幼稚園に着きまして、そこの遊具の施工をやるっていう。ああ、遊具はね。アスレチックみたいな。ああ、作るわけ。で、まあ、いろいろ荷物持ち出すんですけど、お前そこ立ってろって言われて、立ってたら、トラックのクレーンで、8メーターぐらいある柱を、こう、下ろしてくるんですよ。もう、絶対無理じゃないですか。8メートルです。無理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 。そこから動くなよ、動くなよ、動くなよ、つって、俺の肩の上にこう乗せて、離すぞ、つって、絶対無理、絶対無理、絶対持てないって思ったら、持てたんですよ。8メートルを持てる。肩背負ったの、みこしみたいに。ゆっくり歩いてって、それを、大男二人が、両端持って、それを運ぶっていうのあったんですけど、いや、最初からその大男二人に運ばせろよ。まったく、そういう、鼻からな、両端。そうなんだ。何もお前が担ぐことないんだよ。一回何、小男を挟むんだって。大男挟む。そうなんだ。それだけ、それを。それをもう何往復。二人で持てる。そうなんですよ。それずーっとやってたの、それ。それを8時間やるんです。それでいくらなんですか？それで8000円ぐらいです。一日？一日8000円ぐらい。何日ぐらいで作れるの、その遊具は。それで、でももう一日でそのアスレチックができちゃってました。すごいね。すごい。早い。それで割と肉体労働多かった。肉体労働多かったですね。最後にやってたのも、やっぱり市場で野菜の仕分けとかやって、二十歳ぐらいの留学生の子に、キャベツの上にレタスを置くなって怒られたりしてましたけど。留学生に。怒られてたろな。43が。43が怒られてた。ベトナムの留学生に怒られてました。悲しかったろ、本当に毎日が。本当悲しかったろ、悲しかった。さあ、まだまだあります。吉田住時代大変だったこと、第2位は。風呂なし、エアコンなしのアパートで生き抜いた夏。そうだな。それも東京出てきて漫才師になろうと思ったろ、芸人やって。そうです。で、お金なかったから、もう。どの辺のアパート住んでたの？立川に住んでたんですよ。立川？多いね。遠いね。なんかその、立川がいいって言われて、その住むなら。誰が言うて、誰が言うて。不動産屋が、北海道から来たんです、つって、どっかね、北海道から直立川なの？そうです。どっかいいとこありますか？ただ、立川か上りとって言われたんですよ。おー。覚えてね、小田急のな。じゃあ立川、つって立川住んだ。築60年の風呂なし、エアコンなしのアパート。で、流し台が石でできてるんですよ。そういうアパートに住んでて。これで、エアコンなかったから夏ですよ、夏。扇風機1台置いてたんですけど、扇風機じゃ足りないんですよ。だから、その、もらったワンドアの冷蔵庫に冷やした 500ml のペットボトル、冷凍庫で冷やしたやつを、こう脇の下とかこう首とかにこう挟んで、こう夏を過ごしてたんですよ。でも、それでも、まかないきれなくて、結局熱中症になって、はい。病院行って点滴打ちました。はい。そういう、悲しい話。悲しい話だね。そういう時は、北海道のお母さんには電話しなかったの？電話しましたよ、もちろん。なんつって、なんつって電話したの？ありがとう。なんで倒れてる？電話ありがとう。倒れてる。なんで感謝してんだよ、お母さんは。ありがとう。大丈夫。大丈夫、まさのり。生き抜いてね。じゃあ、はい。私は、親戚が家に来た時ですね。親戚が家に来た。家に。アパートにってこと？あ、もう、実家、親父と住んでる実家にですね。もういいじゃん。やっぱりもう、20年以上売れてないわけじゃないですか。ああ、そうか、そういうことか。親戚からしたら、何してんだ、あの子ってなる。無職なんですよ。何やってんだ。法事とか行きづらいんだよな。そうなんです。みんな言うね。自然に稼いで。そうそうそう。で、僕と同い年ぐらいのいとことかがやっぱ結婚して子供とか連れてくるわけじゃないですか。そうか、辛いな。そうなんですよ。お年玉とかもあげらんないわけなんですよ。そうだよな、その年でも。だから正月はずーっと布団の中に隠れてる。
見っかるよ。隠れてって、お前だって、お年玉取られるから。そうなんですよ。払えないんですもんね。うん、そうだな。払えない。払えないっていう表現が。お年玉払えないの。だけど、1月から来るのは分かってたから、何ヶ月も前から貯金しとけじゃんな。お年玉用に少し、予備に。何人も。そんなことができたら、もっと早く売れてましたよ、きっと。そんな計画性があったら。そうか。そんな3000、5000の話を。芸能人そうだよね、はい、お正月はね、じゃあ親戚が家に来ると、はい、じゃあ1話でいっちゃう、はいはい、1話で CM 上げてから、はい、ビバリーヒルズ、テリー東です。唐揚げの天才が焼肉弁当を始めましたよ。タレに漬け込んだ熟成カルビをお店で炙る本格焼肉弁当です。おすすめは焼肉と唐揚げ両方が楽しめる焼肉&唐揚げ弁当です。アパートマンション空いてて困った、どなたか借りてくださいな。それならザ・リーブ、築年数問わず空いてるお部屋借り上げます。一部屋からの賃貸保証はリーブライフ21のザ・リーブにお任せ。045-325-5600。ザ・リーブ。古いカメラ、壊れたカメラ、いくらになるか気になりませんか？北村ならどんなカメラでも高く買い取ります。さらに時計やブランド品も少量でも無料で査定に伺います。お電話は 0120-157-999 157-999。 出張買取はカメラの北村、高価買取キャンペーン中。おかげさまで開局70周年、笑顔になあれ日本放送。中川家のレイジです。強しです。今日の中川家ザラジオショー、ゲストに天海祐希さんをお迎えします。天海さんは僕らのネタをたくさん見てくれているらしいよ。一番好きなネタも聞いてみたいね。韓国バラエティの MC じゃない。いいよろしくだ。シージャーカプシーだ。中川家ファン降臨、天海祐希ゲストショー、放送は今日お昼1時から。ここで日本放送交通情報です。日本道路交通情報センターの山口さん、お願いします。はい、首都高速道路は中央環状線の大井ジャンクション方面に向かう内回りが、中野長者橋で行われていた事故の調べは終わりましたが、4キロ渋滞しています。はじめに美女里ジャンクションから高井戸までのルートです。5号線を上って縦橋ジャンクションを通り、4号線を下ると1時間です。5号線を上って中央環状線の内回りと4号線を利用すると1時間10分です。このほか空港中央から湾岸線と東京外環道を利用すると三郷ジャンクションまでは55分です。日本道路交通情報センターの山口でした。ありがとうございました。次の日本放送交通情報は1時30分ごろ、中川家ザラジオショーの中でお伝えします。アツラジ、いつでもみんなのプロ野球、日本放送ショーアップナイター。今日はイエローハット、 N におまかせ、 NTT 東日本グループ、他の提供でプロ野球の熱戦を試合終了まで完全実況生中継します。日本放送ショーアップナイターは今日夕方5時50分から。続いてはラジオリビングです。今日は純金騎兵ネックレスのご紹介です。増山さん、お願いします。はい、お伝えします。今日は大人気の純金騎兵ネックレスを改めてご紹介します。人気の理由はやっぱりお値段です。金価格が高騰の中、2割引きという圧倒的に安い価格で用意できたからなんです。今世界的な物価上昇の影響でインフレに強い実物資産として金をこぞって購入している方が本当に多くなっています。資産を守るには金とも言われています。金価格は大変なことになっています。過去5年で金価格見てみますと、日々変化はあるものの右肩上がり、なんとおよそ2倍。専門家は今後ますます上がっていくと予測しています。純金騎兵ネックレス 10g が税込み19万4千円、 30g は税込み56万8千円、そして一番人気の 50g は税込み92万2千円です。関東1都6県は送料込みです。お届け返品についてはお問い合わせセンターへ。お申し込みはフリーダイヤル
0120-1242-86 0120-1242-86 番です。どうもさやかです。 Spotify で何聞いてる？俺はポッドキャストかな。あー、俺は音楽が多いね。揃えた方がええな。は？いや、コンビはスーツ揃えたりするもんやから Spotify でどっちをよく聞いてるかも揃えた方がええやろ。そんなん揃える必要ないやろ。嫌やで、俺はポッドキャスト聞き続けるで。じゃあ俺もポッドキャストにするわ。あ、合わせてくれるんや。音楽もポッドキャストも無料で楽しめる Spotify。 山、斜面地を売るなら TR コーポレーション。管理が大変で困った土地を売るなら TR コーポレーション。不動産売るならTR コーポレーション。横浜で開発、造成20年の信頼と実績、拓亮建設グループ。TR コーポレーションで今すぐ検索。4月19日金曜日、磯山さやかの天気予報です。今日の関東地方の天気は晴れ、日差しとともに気温がぐんと上がるでしょう。最高気温は東京や横浜で24度前後の予想。北寄りの風が強めに吹いて昼間はカラッとした暑さになりそうです。本当、親と同様、我々もほっとするよ。君らがね、生き延びてくれてさ、こうやってさ、やっと夜中出てな。ありがとうございます。この間あれさ、子供とさ3人でさ、初めてお使いやってたやん。おお、やった、はい、かわいかったね、あれ。よかったね。はい、あの子はいい子でね、めちゃくちゃいい子でした、はい。ちゃんと会話できるんだよな。そうなんです。ちっちゃい子で。買い物行ったじゃん、3人で。はいはい。よかったね。いやー、よかったですね。ちびとさ。かわいかったですね、あの子。親が意外に優しいんだよね、子供に。慣れてないかなと思ったのさ、うん。自分の子の感じがしてきましたね。そうなんですよ。そうなんですよ。お父さんいいお父さん感じ。ないでしたね。子供いたらこんなだったのかな、っていうのを感じましたね。そうだよ。さあ、3、2ときましたんで、1位いくぞ。はい、西村の2人が長い下積み時代を振り返って大変だったこと、はい、第1位は、実家を追い出された。何やってんだよ。これはいつ、最近？いや、これはでも始めたばっかりの時だ、芸人を。ああ、実家を。はい、札幌で、始めて2年ぐらいですかね。うん、芸人始めてて、で、お金もなくて、なんか、うん、携帯の電話代をこの日までに払わないと解約するっていう通知が来たんですよ。うん、で、やばいと思って、お金なかったから、うん、こう、実家の周りを、家の中を見渡したんですよ。うん、そしたら弟のデスクトップのパソコンがあったんですよ。うん、これだと思って、これ抱えてその質屋に持ってったんですよね、うん、そしたら3万円になって、うん、その3万円で携帯電話代を払って安心してこう家帰ってきてテレビ見てたんですよ、うん、また弟が仕事から帰ってきて俺のパソコンがないって言い出したんですよ。言い出したね。そうです。言い出してるわけないんだよ。見たからないんだよ。質屋持ってったらやられると思って、うん、友達に貸したって嘘言ったんですよ、うん、あ、一応自分だと。はいはい。もう、とっさに、そうそう、ない知恵を絞って。そうそうそう、絞って、友達に貸したって言ったら、うん、なんで人の物勝手に貸すんだと。そうそう。そんなの泥棒だぞ、つって。で、僕、こう、土下座して、こう、謝った弟に、実の弟に。そしたら弟が、いい加減にしろ、家出てけって、こう、蹴っ飛ばされた、こう、左肩。ガーンって蹴っ飛ばされて、ゴロゴロゴロって言って、そのままもう家出て。そのまま家出て、蹴っ飛ばされて。蹴っ飛ばされて、トムとジェリーじゃないんだからよ。ゴロ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 って、そんな面白くお前出てないの。出てけ、家ガーンってガラ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 ってそのまま出てって、思って出ちゃったの。はい、もう雨降ってますその日。雨降ったの。それで、それでそのしばらく家帰れなくて、でその結局まあ取り戻しましたけどね、父親行って、母親に結局泣き寝入りして、その時お母さん何つったの？その時はありがとう。ありがとう。ありがとうの。言わねえだろ、お前。言わねえだろ、そんなひどいこと言って。理不尽なことして。ありがとうじゃないですよ。お母さん言葉のチョイスおかしいだろ、そうだよ。親が悪い。なんてもありがとう。親がダメだよ。本当親がダメだよ。親がダメ。いやいや、言ってないですよ。何やってんの。言ってないこと言うなよ。はい、もう、そんなことしたらダメよ、つって。そう、何言ってんのよ、つって。何言ってんのよって手合わせたの、こうやって。手は合わせないけど。はい、それでなんか取り戻して、弟に、許してもらいましたけど。そうですね。一番辛かった人生だから、それで。そうです、そうです。さすがにね。最初で最後ですね、試合行ったの、それ。あ、そう。人生で。それ言ってないの、それ以来。それ以来は言ってないですね。あ、そうなの。一番苦しかったですね、その日が。じゃあ、渡辺君。はい。私は、体が悲鳴を上げてきた。きついな、もう。これはもう現在進行形なんですけど。今なの？今も。今きついってこと？やっぱり、下積みが長かったから、今こうなってんだなっていうのがありまして。やっぱりもう肩も上がらないんで、突っ込みのサイド揃いになってきてますし。もう、横からだったんだ。そう、サイド。上から投げられないんだよ。パチンっていけないんだ。上からパチンって。横から。サイド。階段もやっぱ手すりのありがたみがやっとわかるようになりましたしね。やっぱもう体だけじゃなくて、ちょっと、脳も来てんのかなって。来てんの、やっぱり。ドアとかあるじゃないですか。引くって書いてあるんですよ。
引くって書いてあって、あ、はいはい、引くのねって思いながら押してんすよ。ああ、それまずいな。で、ガンってなるじゃないですか。なるよ。ガンじゃねえよとか思ったりするんですよ。俺が押してんの。気持ちで突っ込んでるのね。うん、じゃねえよと。あと、この間、ちょっとお尻に出来物ができまして、それにちょっとお薬軟膏を塗ろうと思ったんですけど、僕ベッドに寝てて、ちゃんと立ち上がってこう塗ればいいものを、寝っ転がったまま、足をこう後ろに持ち上げる感じですね。それでこう塗ろうとしたら、膝がこの肩のここについちゃって、なんか一人でジャーマンスープになっちゃった。一人ジャーマン。それでマジ7分ぐらい動けなくなったんですよ。え、動けなくなった？どうしよう、どうしよう、どうしようっつって、横にグリンって回って、ベッドから落ちて、今、右肩がちょっと痛いんですよ。はい、こうして打ってんだ、肩。そうなんですよ。やばいね、それ。戻れないんですよ、ね。一人で。体から。うん、もう、ジャーマンの形から。もう、これはやっぱ、下積みのせいだなっていう。長い下積みが。長い下積みの。長い下積み。僕は大丈夫です。そんな固まらないですよ。体に来て。動かなくなってますね。こっちは借金で、こっちは体に来て。ちょっと運動しなきゃダメだな。そうだな。少し運動してな。お父さんとちゃんと運動しなきゃダメだ、一緒に。これ現在進行形で、親父と一緒にエアロビやろうかな。やった方がいいよ。それじゃあ質問もいろいろ来てますんで。はい。メールも来ております。ありがとうございます。哲郎さん。まず、正則さんに質問です。正則さんが遠距離の彼女さんと結婚したら、結婚式でお母さんは何て言ってくると思いますか？あ、そうだね。お母さん何て言うんだろうね、結婚。いや、そりゃもう、だって、ありがとう。今ちょっと遅かったら、まあ、覚え出さなかった。一緒に間ができちゃったから。こういうものは間だから。あ、まあ、間が大切。間だから。はい、次行きます。修行です。綿貫さん。綿貫さんは先日15日に46歳の誕生日を迎えられましたが、おめでとうございます。当日はどう過ごされましたか？正則さんからプレゼントありましたか？と。やったのそうですね。お祝いかなんか。お祝い。キャバクラでやったの？キャバクラで。ええ、でも結果キャバクラにはいましたね。結構いたんだ。それこそ、へえ。祝ってと。14日の夜に、うん、そのスプラトゥーンやってる、あのスプラトゥーンやってるんですよ、ジョキジョキャバクラゲームテレビゲーム、うん、はいはいはい、その方と一緒にスプラトゥーンの世界大会を見ながら誕生日を祝ってもらう、祝ってもらう、楽しかったですね。プレゼントはマサノリさんから、マサノリさんから何ももらってないです、ね、なんか渡せなかったの、渡せないですね、うん、なんか考えがあるわけ、そうです、そうです、あのどういう考えがあるの、あのプレあのありがとう。使いどころが違うんだよ。使いどころが。何でも言えいいってもんじゃない。使いどころが違うんだよ。ちゃんと、あの、後々、あの、プレゼント予定は。後々ね。はいはい、後々。先月ですからね。じゃあ、もう一枚ぐらい言って。お知らせ、大丈夫ですかね、お知らせ。もう一枚行きましょう。もう一枚行きましょうか。豆乳まみれさん、錦鯉の二人のモノマネが聞きたいです。何か得意なものありますか？モノマネ。やったことないな。あ、それはうまそうだね。ここでいますよ。うまそうだね。はい、じゃあやってみて。いっちゃってる。やべっと。燃えて燃えてユリア燃えて行っちゃってる、それ似てる、やべっぞ、私ナダルって言いたいだろ、ナダル、燃えて似てます、燃えて似てる似てる似てる、燃えてユリア燃えて燃えて燃えて、でそんなに反応なかったね、全くなかった、じゃあお知らせ、はいはい、さあということでお二人独演会があるということで、はい、ありがとうございます、我が輩はバカである、5月22日土曜日東京公演を皮切りに、東京5月22日、こっから8都市で開催するということですね。はい、広島でもね。そうですね。広島でもやります。オール新ネタ漫才と。そうですね。はい。やります。北海道、愛知、大阪、岡山、広島、福岡、静岡、すごいね。はい。で、ヒューリックホールというのは昔の東方シネマズ日劇のことか。あ、そこでやる、スタートね。東京公演は有楽町のヒューリックホール東京で行われます。詳しくは SMA、錦鯉公式サイトでご確認ください。よろしくお願いします。どうもというわけでございます。じゃあ、一言ずつ、じゃあ、リスナーに皆、はい。メッセージお願いします。はい、正則さん、一言。はい。ありがとう。ぜひですね、見に来て、ね、ご家族、親戚一同連れて、見に来てほしいと思います。はい。楽しんで。はい。ね、親父と、これからもエアロビ頑張っていきますんで、いい DVD やったらね、紹介していただければと思います。よろしくお願いいたします。はい。じゃあ、曲聴きながらお別れしましょう。はい。曲紹介お願いします。はい。サザンオールスターズで、バイバイマイラブ。はい、というわけでございまして、今日のゲストは錦鯉の二人でした。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。火に焼けた少女のように身も心も溶ける
への申告を後回ししている方へご注意ください。申告期限が過ぎると特典が受けられないことがあります。まずは無料であなたの相続税をご確認ください。お電話は 0120-400-800-400-800 東京税理士会所属税理士法人48。どうも、ボンテンと言います。姉と妹でやってますオールナイトニッポンポッドキャスト土曜日、4月は私たちボンテンが担当させていただきます。聞いてくれたら姉ちゃんの恥ずかしい写真を X にアップします。いや、それだけはやめてよ。ボンテンのオールナイトニッポンポッドキャストは毎週土曜日配信、聞いてね。ショーアップナイタートゥデイ、この時間はイエローハット、 NTT 東日本グループ、日本エクスプレスホールディングスがお送りします。皆様、ここで選手の交代をお知らせいたします。タイヤとオイルを交換したくてイエローハット、背番号16と背番号80合わせて1680、つまりイエローハット。以上になります。イエローハット。我が社のチーム、9回裏2アウト満塁、フルカ、あれ、ピッチャー投げ、おいおい、打ったー、はい、おーい、ネットワーク環境安定していますか？こちらにご相談ください。 N にお任せ、 NTT 東日本グループです。 An X Nippon Express、 Here we go! Here we go! 始めよう新しい挑戦を。私たち日本エクスプレスは侍ジャパンを応援しています。We have Samurai Spirit. 日本エクスプレス。タツカミツオのショーアップナイタートゥデイ。今夜はですね、マツダスタジアムから広島対巨人戦を解説山本昌さん、実況日本放送松本秀夫アナウンサーで、試合終了まで完全生中継でお届けします。さあ、さらに明日土曜のショーアップナイター、ヤクルト対 DeNA 戦では、日本放送チームショーアップのメンバーで DeNA ファンの柿花アナが、ゲストとして登場です。21日日曜はベイスターズ OB の西俊久さんもゲストで解説されます。ヤクルト OB の真中満さんとのダブル解説でお楽しみください。今週はプレゼントも盛りだくさんです。あなたもあつらじ、いつでもみんなのプロ野球でお楽しみください。多様な知性と技術と情熱を織りなし、紡がれる新しいエネルギー、 CO2 を扱ってきた私たちだからできることを。人と人がつながるエネルギー、井出光。全然足りない。何が？もっともっとあるでしょ。だから何が？土地あるでしょ。オープンハウスはマンション事業用地の買取強化中、50坪からご相談ください。お電話は 0120-418-021 まで。サミー、さあ、チャンスで迎えるバッターは右打ち、打率は3割3分1厘、331でサミー。シーズン安打記録はあと1本で777本。777本。ぜひとも打って塁に出たい。打って出る。サミーは打って出る。感動体験を届けるために。ショーアップナイタートゥデイ、この時間は井出光興産、オープンハウスグループ、サミーがお送りしました。歌手生活60年記念、五木ひろしスペシャルコンサート2024-2025、5月21日火曜日午後2時、相模女子大学グリーンホール。チケットのお問い合わせは 03-3355-3553、IS まで。元ハーレム野郎マグナム北斗のお便りいきなりお笑い。唐突だよ、もう分かんないよ。マグナム北斗です。 CM の間に会話した名前だもんね、はいはいはい、さあ、今日はですね、ささやかな贅沢、はい、はい、パチョレックさんです、はい、高田先生、筒香選手、あのちゃん、こんにちは。こんにちは。私のささやかな贅沢はロマンスカーに乗ることです。いいね、新宿まで行くときにたまにロマンスカーに乗っています。通常の運賃にいくらかプラスするだけでゆったりシートで乗れるので、いい、ね、とても贅沢な気持ちになれる
るんです。ちょっとした旅、そうだよ、ちょっと温泉行きたいな、気分考えます。できたばっかしの頃、走ると小田急沿線だったからさ、コカンコーンコカンコーンってね、あのオルゴール鳴らしながら通るね、我々世代の人はみんな知ってるよ、音で聞こえて、あ、通るよって分かるんだよ。いいですね。おかんだ、俺たちはおかんこん来るよって言ったんだけどさ、おかんこん来るよって言ったんだけど、おかんこん来るよって言ったんだけど、おかんこん来るよ。続いてフリーバードさん、私のささやかな贅沢は美容院で貯めたポイントでできるヘッドスパ体験です。気持ちよすぎて思わず寝てしまうほど、普段髪を洗っている中では絶対に感じることのできない感覚で、コンスタントに通ってポイントを貯めています。ホッとするよね。ハゲトーグルの一応そうかな。確かに地肌にいいですからね。続いて中介さん、高田先生、松村さん、磯山さん、こんにちは。こんにちは。ささやかな贅沢ですが、映画を見るときに肘掛けの争奪戦が嫌なので、はい、うん、少し贅沢してプレミアムシートで快適に見ています。ちょっと高いとね、ちょっと高いけど、ね、肘が自由に使えるからね、取り合いがあるんだよな、肘もな、うん、続いてエルメスさん、普段はシングルしか買わないトイレットペーパーをたまにダブルで買うときです。やはり厚みと安心感が違い、お尻にダブル慣れしちゃってからな、俺もな、お尻がな、ダブル慣れしちゃってからね、はい、やっぱ1だと不安だよね、なんか1になったシングルって大丈夫なんて突き取っちゃうのよ、ね、確かにありますね。アプリケさんは回らない回転寿司やな、あの、うん、回らない回転寿司やな、ね、回転寿司やなくて回らないお寿司屋さんに行くと、そういうことで、いろんなささやかな贅沢があるようです。キャッシング、カードローンの過払い金は中央事務所で返金手続き、代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。過払い金とは、カードご利用時に払いすぎた利息のことで、手続きをすると取り戻せます。皆さん、過払い金誤解していませんか？クレジットカードに過払い金はない。利用が少額だと過払い金は出ない。それ誤解です。過払い金が少ないと、手続き費用の方が高くなる。それも誤解です。家族や職場に知られる。必ず信用情報に影響する。全部誤解です。実は皆さんに身近なクレジットカードにも過払い金が発生していました。現在、お手元にカードや書類がなくても手続きできます。まずはあなたのクレジットカードから現金がいくら戻るのかご確認ください。過払い金の無料確認ダイヤルは 0120-10-10-10-10-10-10。今お乗りのあなたの愛車、一番高く買い取ってくれる中古車店、わかりますか？知りたいけど、すぐにはわからないでしょ、とお思いの方、実は簡単にわかる方法があるんです。それが、車高し。車高しは、中古車買い取り店の査定額を一気に比べられる便利なサイト。たった1分。あなたの車の情報を入力すれば、大手買い取り店から近くの買い取り店など、最大10社の査定額が無料で届きます。比べてみれば、一番高く売れるところがすぐわかる。買取店によって、なんと平均18万8000円も買取額に差があるんです。車を高く売りたいなら、車高しで検索。ベリーベスト法律事務所より、アスベスト石綿を吸った可能性のある方へお知らせです。どんなお知らせですか？はい。実は、建設現場や工場で、アスベスト石綿を吸い健康被害を受けた方は、国から最大1300万円の救済の可能性があるんです。しかし、多くの方々が手続きをしていません。なぜですか？まず、建設現場と聞いて、皆さん大工さんだけをイメージするようですが、実は内装、電気工、吹付工、左官、配管工、また現場監督、事務職すらも対象となる可能性があります。一軒家から大きなビルの建設まで、現場にいた方、出入りしていた方、運搬していた方なら、誰もが可能性があります。そんなにですか？はい。また、工場も同様で、皆さんアスベストそのものや、その建材を作っていた工場をイメージするようですが、自動車、機械、電化製品、各種部品、さらに医薬品、化粧品、プラスチック、ゴム、ガラス、セメント、繊維の製造なども対象となる可能性があります。なるほど。すでに対象者が亡くなっている場合は？ご遺族の方が対象です。なので、ご家族の確認はとても大事です。では、まずはどうすれば？まずはあなたやご家族がいくらもらえるのか、無料でご確認を。お電話は 0120-70-7000 番、70-7000 番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。続いて、ハロー千葉です。千葉から生の情報をお届けします。千葉支局の小田良子さん、こんにちは。はい、こんにちは。
千葉市内では花水木や藤の花が少し強い風に揺れています。さて、南房総市にあるホテル&リゾーツ南房総が今月グランドメルキュール南房総リゾート&スパとして新たにオープンしました。海と森の豊かな南房総国定公園内にある太房岬に位置し、都心から車でおよそ90分とアクセスも良いリゾートホテルです。レストランはその土地ならではの食材を取り入れた自慢のメニューを楽しめるビュッフェスタイル。またお風呂は大浴場に露天風呂とサウナを併設し、かすかに感じる潮騒を楽しみながら開放的な気分でゆったりできますよ。宿泊料金には夕食と朝食、ラウンジでのドリンク、そして温泉やアクティビティなどが含まれたオールインクルーシブのホテルです。ご到着後はゆっくりと気の向くままにお過ごしください。お車なら富津立山自動車道富浦インターからおよそ8分、詳しくはグランドメルキュール南房総リゾート&スパで検索してくださいね。以上、千葉のスタジオから小田良子がお伝えしました。小田さん、ありがとうございました。メロンってどうやって甘さがわかるの？ JA 茨城朝日村のメロンならメロンについている QR コードを読み取れば甘さと食べ物がわかります。あ、生産者の顔写真も出てる。選んでいただいてありがとう。僕のも選んで。メロンは JA 茨城朝日村。ベリーベスト法律事務所より B 型肝炎の方へお知らせです。昭和16年から63年に生まれた方、ご確認はお済みですか？小学校で注射を受けた方などは最大3600万円の給付の可能性があります。亡くなったお父さんの分はダメだよね？大丈夫ですよ。でも症状ないからダメだよね？大丈夫ですよ。治ったって言われたけどダメだよね？大丈夫ですよ。確認は電話で話すだけ、お金はかかりません。個人情報もしっかり守ります。案内だけでも聞いてみませんか？無料の案内ダイヤルは 0120-70-7000 番、70-7000番、第一東京弁護士会所属ベリーベスト弁護士法人。メキシカンドッグゴー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 取ります。復活しました、橋幸夫恋のメキシカンロックでございます。はい、まずは、はい、ここでプレゼント当選者の発表です。まずビバリ名シールは岐阜市岐阜のギフトさん、世田谷区パグおばさんさん、横浜市ヘッポコゴルファーさん、以上3名様、はい、おめでとうございます。そして私のブログも今書きましたんで、はい、東八郎さんの写真載ってますんで、はい、ぜひです。東スカーもらったお父さんの写真ご覧ください、はい、そして JA 茨城朝日村メロン部会提供、はい、プレミアムメロン極みの、アンデスメロンクインシーメロンのセットの当選者は、はい、青梅市マミタンさん、船橋市ナミコさん、川口市モミリンのママさん、市川市メガネのおばちゃんさん、大田区の金魚のみーちゃんさん、以上以上5名様に、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。そして、にぎやかに来週のラインナップでございます。月曜日ははい、三四郎のお二人が登場です。三四郎すごいね、はい、火曜日は八方不美人さんゲストです、はい、水曜はゆきさおりさんをお迎えします、うん、木曜は復活リクエスト募集中です、うん、そして金曜はこのメンバーでお届けします。いつものこのメンバーでやりますよということで、はい、さあ隣のスタジオ、この後1時からは中川家のザラジオショーです、はい、隣のスタジオとつながってます。中川家さん、はい、はい、どうも中川家、はい、よろしくお願いします。こんな感じで、はい、この後1時からですね、はいはい、中川家ラジオショー、今日のゲスト天海祐希さんです。すごいね、はい、いつもね芸人さんばかりなんですけども、ね、すごい人抑えたね、はい、もうお笑い尽きたということで、本当にそうなのかちょっと聞き出していこうということで、やりますんで、皆さんキムタクのドラマ出ますからね、そうなんですね、そうだね、はい、多分それの告知もお願いします、引き続きね、はい、はいはい、お願いいたします。もっと聞いてちょうだいというわけですね、はい、頑張ってください、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、ありがとうございまして、はい、というわけでだから私もねブログを書きまして、はい、東八郎さんとね、東MAXのね孫の写真もらったんだよね、はい、そうですね、東さんが孫見てる写真いいねこれね、はい、というわけでございます。でまっちゃんはどうなってんの、今週来週は、今週は NHK ラジオですかね、はい、まあ、普通の告知だろ、はいはいはい、うんうん、あとそうですね、はい、そうですね、あの、まあ、野球ですよね。そうですか、はい、その時お母さん何て言ったの、嬉しいわそういうことだね、はい、そうでいいんだね、はい、はい、というわけでじゃあ今度我々は月曜日、はい、さよなら。
こんにちは、宇藤由美子です。今日のうどラジのゲストは徳光和夫さん。あなたの愚痴悩みに徳さんが付き合ってくれます。野球の話もたくさんします。宇藤由美子が一時をお知らせします。